ファン必見ナンバーアンダーライン愛新曲ボンの秘密と AA グループとの絆深夜の静かな部屋で私は何気なくテレビをつけたそこに映し出されたのは音楽番組エムステの予告編だった特別な出演者が紹介されるということでファンの間では期待と不安が入り混じった声が飛び交っていた今回の注目は 新進気鋭のグループナンバーアンダーラインアイと既に人気のある AA グループとの共演だったなぜ彼らが同じステージに立つことになったのかその背景にはさまざまな憶測が飛び交っていたまずファンたちの間ではまた AA グループのファンを呼び込んで視聴率を上げる作戦ではという声が上がっていた過去にも同様の手法で視聴率を稼いだ例があり 特に新人グループが初めて「M ステ」に出演する際には人気のある先輩グループと共演させることがよくあった嵐がデビューした時もキンキキッズと一緒に出演していたのはその典型的な例だ当時のキンキキッズは絶大な人気を誇っておりその効果は計り知れなかった今回も同様に事務所が「M ステ」側に配慮を求めたのかもしれないし 番組側が視聴率を意識してナンバーアンダーラインアイを AA、グループと共演させることを決めたのかもしれない。どちらにせよ、視聴者としては期待せざるを得ない展開だ。私の友人もナンバーアンダーラインアイのファンであり、そのために MV を何度も見せられた経験がある。そうした背景から、私自身もこの共演には複雑な気持ちを抱いていた。しかし、ファン同士の争いというのは、 どのグループにも存在する問題だ。特に、ネット上では批判的なコメントが目立つことが多い。アンチと呼ばれる人々は、時には過激な発言をし、推しの足を引っ張ることがある。こうした状況はタレントたちにとっても迷惑なことであり、応援する側としても心苦しい。しかし、そうした声に対しては無視するのが最善だというのが私の考えだ。 ナンバーアンダーライン愛が「M ステ」に出演することが早まった背景には前回の出演時の視聴率が良かったことが挙げられる新曲のパフォーマンスが楽しみだという声も多く期待は高まるばかりだ一方で A グループは今日が CD デビューの日でありこれもまた大きな話題となっているタイトルからしてボンという曲がどのようなものかイケイケのヒップホップなのか それとも違うジャンルななのか興味は尽きない一方でアンチの存在についても触れざるを得ない彼らは時として好きな子に意地悪をする小学生男子のような行動をとるがその動機はただ注目を浴びたいだけなのかもしれないしかしファン同士が叩き合うのは悲しいことだ推しのために応援するという本来の目的を忘れずに健全なファン活動を続けることが大切だと思う 私自身、ナンバーアンダーラインアイには精神的にも助けられており、その応援は続けていくつもりだ。アンチの声に対しては冷静に対応し、汚い言葉を使わないように心がけるべきだ。気持ちは理解できるが、無視することが最善の策だ。新曲、ボンの発表も楽しみであり、そのパフォーマンスを期待している。また、他のグループとの絡みも楽しみの一つだ。特に、 キシ君やリチャード君との共演が見られるかもしれないという期待もある。ダー CE の初出演もあり、これからの展開が非常に楽しみだ。三宅君や北山君、IMP もいつか出演することを願っている。こうした期待感がファンの間で高まっているのは、音楽番組の醍醐味だと言える。ファンとしての私の望みは、タレントたちが自分の道を信じて進んでいけるように応援することだ。 彼らが新しい挑戦をし続ける姿を見守り、その成功を共に喜びたい。ファン同士の争いではなく、共に応援することで、より良い未来が待っていると信じている。これからも、ナンバーアンダーライン愛と AA、グループの活躍を楽しみにしながら、彼らの成長を見守り続けたい。新曲のパフォーマンス、そして次なるステージでの新たな挑戦に期待を寄せつつ、 私たちファンはその瞬間を共有することで、より一層彼らを応援する気持ちを強めていくことだろう。ファンとしての責任を果たし、タレントたちが輝く舞台を見届けるために、私たちは何ができるのかを常に考え続けるべきだろう。この物語は、ただの音楽番組の一幕ではなく、ファンとタレントの絆が試される瞬間でもある。お互いに尊重し合い、共に未来を切り開いていくことで、 より素晴らしいエンターテインメントの世界が広がることを願ってやまない。これからも、その一員として、私は彼らの歩む道を応援し続けるだろう。ファンとしての私の旅は、決して平坦なものではなかった。特に、ナンバー・アンダーライン・アイのように、急成長するグループを応援する中で、様々な困難に直面してきた。ファン同士の争い、アンチからの攻撃、そしてタレント自身のプレッシャー、 それでも彼らの笑顔と音楽は、私たちファンにとって何よりの励ましであり、支えとなっている。n o と a グループの共演は、ファンにとって大きなイベントだ。彼らが一緒にステージに立つことで、新しい化学反応が生まれ、エンターテインメントの世界に新たな風を吹き込むだろう。この共演が成功することで、他のグループとのコラボレーションの可能性も広がり、 ファンにとってさらに楽しみが増えることは間違いない。音楽業界の裏側では、タレントたちがどれだけの努力を重ねているかを知ることができる。彼らは常に自分たちのスキルを磨き、新しい挑戦を恐れずに取り組んでいる。その姿勢は、私たちファンにも大きな影響を与え、日常生活においても前向きな気持ちを持ち続けることができる。私が初めてンバーアンダーラインアイに出会ったのは、 彼らのデビュー曲を聴いた時だった。その時の感動は今でも鮮明に覚えている。彼らの歌声に込められた情熱とエネルギーは瞬く間に私の心をつかんだ。それ以来、彼らの成長を見守り続け、応援することが私の日課となった。ファンミーティングやコンサートに参加するたびに、彼らの努力と成長を目の当たりにし、そのたびに新たな感動を味わった。 特に印象的だったのは、彼らが初めて大規模なコンサートを成功させた時のことだ。ファンとしての一体感、そして彼らのパフォーマンスに対する情熱が会場全体を包み込み、まるで夢のような時間を過ごすことができた。その一方で、音楽業界には多くの試練が待ち受けている。タレントたちは、常にプレッシャーと戦いながらも、ファンの期待に応えるために努力を惜しまない。 彼らの背後には数え切れないほどのストーリーがあり、それが彼らの音楽に深みを与えている。そうした背景を知ることで、彼らの曲を聴くたびに新たな発見があり、ますます彼らを応援したくなる。また、ファン同士の絆も重要だ。SNS を通じて全国のファンと繋がり、情報を共有し合うことで、より深くタレントたちを理解することができる。 時には意見の食い違いが生じることもあるが、それもまたファン活動の一部であり、互いに尊重し合うことが大切だと感じる。さらに、音楽番組の出演は、タレントにとって大きなチャンスであると同時に、大きなプレッシャーでもある。彼らが最高のパフォーマンスを披露するためには、ファンの応援が欠かせない。特に「M ステ」のような全国的に注目される番組では、一瞬一瞬が勝負だ。 そのため、私たちファンも全力で応援し、彼らの成功を祈る。最後に、この物語の結末はまだ見えていない。彼らの未来には無限の可能性が広がっており、それを見届けることが私たちファンの最大の喜びである。これからも、ナンバーアンダーライン愛と AA、グループの活動を追いかけ、その瞬間瞬間を大切にしながら、共に成長していきたいと願っている。